ここは横須賀市の空き家ですね。葉山の長座ヶ崎から入りまして、この下に久留和海岸があります。そこから山の方にぐっと登ってまいりました。今は標高から100メートル以上登ってまいりますね。そしてここで一挙に見晴らしが砕けましたね。この下にあるのが久留和の海岸ですね。そしてこれをずっと行きますと、このトン先に見えるのは佐島と思いますね。あそこは佐島ですね。立石の先ですね。これが立石の先です。そしてずっと三浦半島を続きますね。ここからは本当に一望できますね。ただ、山での影になって、これ以上長座ヶ崎の方は見えませんし、こちらの方の湘南国際村の方とか、それから旧の名前は小安の里ですね。この辺りは先ほども、キジバトが、野生のキジバトがいましたね。山はほとんど開発されてません。こういうふうな、畑には一部利用されてますけどね。非常に自然の豊かなところです。これだけ眺めの上の方から映した映像はないからね。